のもと大東亜戦争を戦い抜く民一億の決意は適正の慰問袋となって現れ、前線と銃後を結ぶ力強い姿を描いています。私たちが今まで作っていた慰問袋が本当に慰問の役目を果たしていたでしょうか。そこで十平部を訪れて慰問袋の心得を聞かせていただきました。慰問袋は必ず兵隊さんを反撃させ激励させるものでなければなりません。慰問袋は物よりも心で、真心のこもっているものなら鉛筆一本、紙一枚でも十分です。決して見栄や義理で送っていただかぬことです。つまり皆さん方に作っていただきたいのは生きた慰問袋です。忙しい家庭の暇を割いて慰問袋を作る人たち。生きた慰問袋とは、あふれるような真心がいっぱい詰まっているような慰問袋のこと。私たちの手近にあるものも工夫一つで立派な慰問の品々に生かすことができます。前線のロープを忍んで兵隊さんの気持ちを和らげるようなもの、袋い箱の一つにも心を配るべきでしょう。南の暑い戦線に送るものとしての優しい心遣い、また寒い雪の戦線に送る温かい真心こそ、私たちの気持ちが兵隊さんにきっと通じると思います。放送にまで心がけたい生きた慰問袋、壊れやすいものや変質したりするものは絶対避けることで、必ず袋には住所氏名を書いておきましょう。懐かしい内地の便りこそ、どんなに戦う兵隊さんの心を慰め激励させることでしょう。ことに同心のあふれた手紙や女性からの便りは戦地での楽しい話題の一つ。私たちは銃後のたくましい姿を正しく伝えた激励の手紙を欠かさず送りましょう。兵隊さんにとって心のふるさとにも等しい慰問袋、その中には故郷のありさまや故郷を忍ぶにふさわしい郷土の香り豊かなものも忘れずに入れましょう。ここにもわずかな休憩時に慰問袋を作る乙女たち、その一針一針に誠を込めて男の人たちの気のつかないものを工夫する楽しい苦心のひととき、
くできたね。はい、兵隊さんへ、山本義行、大層寒くなりましたが、おかわりはありませんか。戦地の寒さはとても厳しいそうですから、病気にならぬよう気をつけてください。兵隊さん、僕の学校では月に1回、工作の時間に慰問袋を作ります。みんなが好きな品物を考えて作るのです。僕は綴り方と一緒に、ヘチマの種を入れておきます。戦地で長い長いヘチマを作ってください。僕の隣の森くんは、茨の木でお箸を作りました。灰田のまじないだそうです。稲垣さんは、姉様人形を作り、樋口くんは芋飯を掘っています。僕たちの作ったものが、兵隊さんに見ていただいたり、使っていただけるかと思うと、嬉しくてなりません。来週、村から出す。慰問袋と一緒に送ってもらいます。兵隊さん、どうかお返事をください。心からなる感謝を込めた慰問袋がはるばる海を越えて届けられました。懐かしい故郷の便りに、心尽くしの慰問の数々に、兵隊さんは童心の昔に帰る。慰問袋に託した優吾の真心が兵隊さんに初めて通じたのです。兵隊さんにとってこの十五の感謝と激励あればこそ、一路ご奉公の道に励むことができるのでありましょう。慰問袋で兵隊さんを慰めることは、十五の私たちにできる小さなご奉公です。たとえ小さなご奉公であっても、果たす大きな役割を考え、私たちは真心の、そして感謝の生きた慰問袋を送ることを誓いましょう。